パトソンダカは、ザンビアチンゴラ出身のサッカー選手。ザンビア代表。レスターティ FC 所属。ポジションは FW。2014年にんちゃんがレンジャーズ FC で選手となった。あと、国内のクラブを渡り歩いた。2017年1月1日、カフェセルティック FC から、半年の期限付きで FC、リーフェリングに移籍。3月17日、 SC アウストリアルステナウ戦にてデビュー。同年4月30日、リーフェリングの姉妹クラブであるレッドブルザルツブルクに5年契約で完全一席。7月1日以降も再びリーフェリングでプレーすることとなった。8月24日の UEFA ヨーロッパリーグ2018から19予選 FC ファルルコンスタンツァ戦がザルツブルクでのデビュー戦となった。3日後には オーストリアブンデスリーが初出場を記録した。この年、アフリカ年間最優秀若手選手賞を受賞した。2019年12月18日、ザルツブルクとの契約を2024年の夏までに延長した。2020から21シーズン、リーグ戦28試合で27ゴールを記録し、得点王を獲得。オーストリアブンデスリーが年間最優秀選手賞を受賞した。 2021年6月30日、レッドブルザルツブルグ史上最高金額で、プレミアリーグ、レスターシティに5年契約で完全一席。2021年8月7日のコミュニティシールド、マンチェスターシティ戦にて、途中出場し、レスターでのデビュー戦を勝利で飾った。8月23日のウエストハム戦にて、プレミアリーグデビューを果たした。10月16日、 マンチェスターユナイテッド戦にて、プレミアリーグ初ゴールを決めた。このゴールにて、ザンビア人初のプレミアリーグ得点者となった。10月20日、ヨーロッパリーグ、アウェー FC スパルタクモスクワ戦では、ハーフタイムを挟んだ9分間で、ハットトリックを達成。その後さらに追加点を上げるなど大車輪の活躍で、チームは4から3の打ち合いを制した。 テスターにおいて1試合で同一選手が4得点を挙げたのは1958年以来の出来事であり、欧州の舞台でハットトリックを達成した初の選手となった。U-17 代表として、アフリカ U-17 ネーションズカップ2015に出場。U-20 代表として、アフリカ U-20 ネーションズカップ2015、2017に出場。 U-20 ネーションズカップ2017では、初優勝を果たし、2017FIFAU-20 ワールドカップにも出場した。2015年5月10日のマラウイ代表戦にて、A 代表デビュー。2017年9月5日、2018FIFA ワールドカップアフリカ3次予選アルジェリア代表戦で、初得点を記録した。ありがとうございます。